しよう。Hi everyone. I'm watching World Baseball Classic the TV now. Just now. Japan.Got 4 points so far, and Korea has 3 points so far. I wonder which country will win, and it makes me so excited. Chejon. おはっこりー。え、やばい、なんか言ってたわとか、なんかやばい、なんか英語でなんか言ってたら終わっちゃった。ロキチボールありがとうね、寒い。モビさんありがとう、タッキュンもありがとう、ボヤッキーさんもありがとう、なあ小型ペンギンさんもありがとう。怖い、マックの視点の、え、目いつもと違う、なんかなんか目つぶった感じが面白かった。なんかさっきアイラインが長くなった。あとはちょっと紫色っぽいアイシャドウで、なんかまつげの束感がいいかも。いや目つぶったらわからんって。うん、リカちゃんありがとう。一田はそう、この子ちょっとモヤモヤさせててごめんね。ダベダベ所長、風邪ひいちゃうかも、みんな温めて。ダベダベ所長、浜谷さんありがとう。待って怖い、もうお風呂入りたい、私もうお風呂入りたいです。でもそう、え、まずマイカーのレッスンでめちゃめちゃ大汗をかいてからのジムって、寒いです。ねえ待って、1タワーがお肉食べて温まろうって、1タワーが鳴りやまない、怖い。いつの間にみんななんでそんなに投げたいの、発作ですか。ジューディスさん、ゆうなぎさん、人生方向音痴さん、浜谷さんありがとう。みんなヌードバーのスペルってどうやって、どんなスペルなの。ヌードバーさん頑張って。ヌートバーさんや、ちょっと待って待って、私はちょっと待って、私はずっとヌートバーさんかと思ってたの。ヌートバーさんだちょっと待ってごめんなさい。え、なんか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 、私はずっとヌードバーさんかなと思ってて、まあ別に人の名前だからさ、なんかそんな言えんわって思ったけどさ、ヌードバーさんか、よかったよかった。ゆうなぎさん、貝柱さん、待って、ツーデスさんも、人生方向音痴さんも、浜谷さんもありがとう。ねえお風呂入りたい、早く。貝柱さんありがとう。勇気こいと、待って、私が WBC 見てたらさ、めちゃめちゃ投げつけられてる、怖い。ツーデスさんも、人生方向音痴さんも、ケンさんもありがとう。ダメダメ所長もありがとう。着替えてから配信、え、だってそしたらなんか大変、大変じゃない、もうめんどくさいんですよ、私めんどくさいんです。りょうだいさん、マシュマロありがとう。ね、私さ、そうなんか最近思ったんですよ、なんか茶髪っぽいと思って、そんな多分傷んだのかな。見てるよ、三遊間。この目しないとさ、サード三塁手とショートの、あ、見えなくなっちゃった。解説してよ、ルール教えて、野球豆知識教えてよ。エドマン頑張ってと思って、エドマンは韓国の選手だった、間違えた。エドマンのこと応援しちゃった。
違う、ちょっと、え、やばい、テスさんありがとう、一太はありがとう、あー、二学期や学級委員さんもありがとう、待って怖い、ロキチもありがとう、小賀さんもありがとう、怖い、みんな混ざってる、モザイク神戸校かな、 Japan wins of course I hope so。岸田総理じゃない、あ、間違えた間違えた、私さ WBC でさ岸田総理来てたじゃん、韓国の監督かな、岸田総理に見えちゃったね。小川さんありがとう、人生方向に浜谷さん、あ、鳴りやんでる、よかった、そしたら怖い怖い怖い、 IKKO さん結婚してだー、え、そうだーです、小川さん浜谷さんありがとう、新2学期は学級委員さんもケンタッキーさんもありがとう、本当に着替えてください、でも私聞いてください、私風邪ひかないんで、そう、私風邪ひいたことないんです、熱出たこともないし、あるけどあのインフルエンザもないんで、私大丈夫、私最強だからねえ、うん、人生方向に、ありがとう、ハッスルマッスルしました、猫坊やさんもありがとう、カタバラミキャ君千万両ありがとう、え、四国マイカーの対バン当たったから会える、会おうな、え、あれは卒業公演は、美穂のマイカー、マイカーは猫坊やさん、カミリアケイさん、瀬戸内のお日様さん、テスさん、リカさん、トトさん、ありがとう、怖い、え、今何万ポイント2位と1位はどんぐらいなんでしょうか、ヌートバー、嘘や、ツーゼさん、瀬戸内におすすさん、りょうだいさん、トトさん、2学級学級委員さん、カミリアケイさん、ヌートバー、すごい、めちゃめちゃむずいスペルや、ダブル O とダブル A があるんだ、ヌートバー、覚えた、ヌートバー、わー、ずっと好きだよ、かわいい、 BAAW 間違えた、 BAAR ね、すごい、ヌートバー、すごい、なんか、あ、ちゃ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 、何が起きたの、何が起きてる、頑張って。何だ？はあ！かっこいい！はあ、すごーい！これ守ったってこと？ゲットしたのはヌートバー選手？うー！すごーい！すごーい！今のすごかったね！すごーい！すごーい！すごーい！今見た？みんな見ちゃった、ダイビングキャッチっていうの、めっちゃよかった、すごい、待って、いつさんありがとうございます、IKKOさんありがとう、達治、あ、ロリス・テイラー・達治・ヌートバー、たっちゃん、かわいい、達治さんなんや、 IKKO さん、テツさん、テツさんありがとう、両大さんも、ツーデスさんも、怖い、今なんぼ、ヌートバーさんすごい、これもヌートバーさんタワーです、すごい、名古屋出身の、名古屋出身なの、イ・ジョンヌさん、私はあのさ、テレビのさ左下にさ、いろんなものが置かれてあるからさ、コップとかなんかお花とか置かれてるのよ、置いてるのよ、みんなからさ、
あのお誕生日にいただいたお花まだ置いてるよ。えがさ、だから読めないのよ多分。イ・ジョンヌ、名古屋出身の韓国のイチロー。やばーい、やばい。ゆうきさんありがとう、ズーデスさん、りょうだいさん、ひっこうさんありがとう、ありがとう。投げつけられてる。わー、りょうだいさんもズーデスさんもありがとう。人生方向地さんもテイカーさんもテスさんも。私もうお風呂入ったらお風呂でねむねむにゃーする。りょうだいさん、人生方向地さん、テイカーさん、いっこうさん、りょうだいさんありがとう。嘘、でももともと私あの髪の毛黒い方でもないかも。でもやっぱ毛先の方がほら茶色いな。光なんだろう、私が今日今あれオレンジを、オレンジじゃない紫を着てるから茶髪に見えるだけで、ほら全然ほらパーソナルカラー診断してるみたいです。え、ありがとうございます。いっこうさん、りょうだいさん、みゃんこ先生ボールありがとう。そうね、野球大会だ、怖いよ、敵敵だった。わあ、なおさんナイス、ありがとう。下打ちのひさまさん、小賀さんありがとう。暁仮面さん、かわいい、ありがとう。ねえ、みんなのリアルタイムで読めてないと思う、みんなの対するギフティ。ぼやきーさん、ボールありがとう。いっこうさん、人生方向地さん、ありがとう。みんなすごいよ。カメリアケイさん、人生方向地さん、りょうだいさん、ありがとう。ずっと好きだよって、かわいい、ありがとう。人生方向地さん、はまやさん、ヌートパーさん、わお、わお、人生方向地さん、ありがとう。やばーい、32万ポイントあるの私。人生方向地さん、マルさん、ズーデスさん、りょうだいさん、ありがとう、ありがとう。テイカーさんもありがとう。りょうだいさん、なべなべ所長、怖い、みんなめっちゃ投げるじゃん。何してる今、 CM に入った。私さ、侍ジャパンさんとのさ、侍ジャパンのあの CM 面白くて好き。ヒヤヒヤー、りょうだいさん、いっこうさん、じゅうでさん、まるさん、はまやさん、なべなべ所長、テイカーさん、たくさんありがとう、たくさんありがとう。みんな怖いよ。え、ヌートバーさんかっこよすぎた。ちょっとちょっとすごい、守備もうまいの、すごいね。だってさっきさ、ヌートバーさんホームラン、え違う、え違う、誰、何だったっけ、え、なんかすごかったよね、打って攻撃もできて守備もできて、すごい、前髪いじりながらって、ごめんなさい、すごい寒い寒い。人生方向地さん、まるさん、はまやさん、たくさんありがとう。ヌートバーさん、すごいね、かっこいいね。まるともちゃんもありがとう。キャー、みんな、小川さんも、人生おこじさん、まりさん、りかちゃんもありがとう。すごいよ。あ、そうなんだ。ん？お父さん、あ、そう、わあ、85日連続配信中。ありがとうございます、皆さん。みんな見てくれてありがとうな。テレビの前に本当物、あそこも綺麗に整理整頓しようかなと思うけど、しなーい。すごいな。あ、そうなんだ、背番号も素人同じ51。そうなんだ、身代わりもまだおる。身代わりって、身代わり、あれや、え、身代わりポケモンの話ポケモンの話、寒い、絶対に今日も長風呂する。よくない、よくない。ストシさんありがとう。え、そういえば私新しくまたアニメ見始めたし、そう
昨日もう寝るね、お風呂入ってる間とかにワンピースフィルムレッドを見てました。電気毛布生きとる。え、もうね、あの死んどる。電気毛布もう引いてない。そう、ちょっとなんかペンってしたまんまそこに横たわってる電気毛布。つまりは生きてない。マリさん2学期さ、学級委員長さん、2学期は学級委員さん、ありがとう。カミリア警察、やばいやばい、コメントが流れていく。ああ、キヨニーもありがとう。ボール浜谷さんもマリさんもなべなべ所長も。確かにヘアアイロン私めっちゃ使ってるから。クロさん、うわ、クロさんめっちゃありがとう。マリさんとクロさんすごい。リカさんもありがとう。のりみおさんもたくさん。待って、すごい怖い、みんな怖い。すごい、アイキャッチが手裏剣なんだ、かわいい。タイムリーヒット、それだ。のりみおさん、まゆるさん、ありがとう。ズーデンさんも今日も好きです、ありがとう。ぼやっきーさんもありがとう。めっちゃ大量に投げてくる、すごい。のりみおさん、りょうだいさん、ありがとう。まるさん、怖い。カミリアケイさん、たくさんありがとう。85日 Thank you。 やばい、もうね、時差すごい。のりみおさん、こみさん、ズーデスさん、まるさん、たくさんありがとう。もうね、目がびっくりするぐらいいっぱいいっぱいすぎるよ。みんなありがとう。そんな大量に、そんな大量に、ありがとう。クロさん、だってさ、もうさ30何万おる。私のどこ、達治さん、あ、そう、そこなんだ、そこから来たの。クロさん、のりみおさん、りょうだいさん、あ、だからか、さっきなんかお父さんの名前が入ってるみたいな。なんでって、お父さんの名前どういうことって、そういうことなのか。うん、か私あのなんかこういうの飲んだらカーって言いたくなる、わかりますか皆さん。え、待って、クロさん、のりみおさん、たくさんありがとう。マリュさんもありがとう、ありがとう。ワンピースフィルムレッドはなんかよくわかんなかった。あ、シャンクスってそんな声してるんやって思ったし、え、歌マジって思った。歌、私の歌、私は歌、あのみんな歌だよ、私歌だよみたいな、みんな歌だよってさ、なんかめっちゃ元気で可愛い、わー、ヒロインかと思ったら、あれって。浜谷さん、ズーデさん、のりみおさん、なに、ホームラン、え、1号、私1号の意味分かった。消えていく。のりみおさん、まるさんもありがとう。怖い、としさんもありがとう。待って、消えていく、怖い怖い。ゴールデンカムイいいね。貝柱さんもありがとう。あ、瀬戸海さんもありがとう。のりみおさん大量だ、ありがとう。まるさんもありがとう。もう怖いほど投げられてる、怖い。どうするの、え、ホームラン、ホームラン、かっこいい。うわー、これ嬉しいよね。あー、ガッツポーズしてる、嬉しいよね、それは。あー、すごい、 ありがとう。消えていく。リカさんも、オガさんも、リョウダイさんも、瀬戸海さんも、ノリミオさんも、たくさんありがとう。マルさんも、なんでこれどうなっちゃうの、これどうなっちゃうの。私、イチルさんもありがとう。私は今何万ポイント、たくさん大量にゲットしちゃってるんじゃない。あ、今 CM になった。クロさん、イッコーさん、リョウダイさん、マルさん、ノリミオさん、オガさん、イチルさん、ジョーデスさん、小型ペンギンさん、瀬戸海さん、たくさんありがとう。ほんと噴水みたい。ビロコウさんもありがとう。たくさん、りょうだいさん、クロさん、のるみおさん、瀬戸海さん、まるさん、ツーデスさん、小型ペンギンさん、たくさんありがとう。近藤さん、すごい、近藤さんがギフト投げたみたいになっちゃった。カミリアケイさん、イチルさん、たくさんありがとう。ホームラン、すごい、ありがとう。すごくたくさんありがとう。シャンクスってそんな声なんだと思ったし、なんかあの寒すぎる、ちょっとボサボサになっちゃった。寒すぎる
雪山ここのりみおさんありがとう。クロさんも夜はさ普通に寒いよね。でもさもうさあのちょっと負けたくなくて暖房つけたくないよ。なんかもうありがとう。あなんかバグった。ああ瀬戸海さん、のりみおさん、クロさん、カミリア、ケイさん、たくさんありがとう。マリュさんもありがとう。オガさんもありがとう。ホームラン嬉しいね。日本は侍ジャパンはすごいよ。オガさん、なんかダメ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 所長何回言う。イチルさん、カミリア、ケイさん、オガさん、リョウダイさん、クロさん、小型ペンギンさん、たくさんありがとう。マリュさん、テスさん、ありがとう。怖い、すごいいっぱいお肉ありがとう。厚切り牛タンありがとう。ウケるんだけど、待って、絶対ウケるんだけど、ウケる。寒い、1分以上ラグあるよ。だってみんながさいっぱい投げつけてくるから、投げつけてくるって言い方よく、いっぱいさみんなやばい、お肉が来るからさ、なんかもうちょっとさ、いろんななんか毛が中なんかいろんななんか私髪の毛がある、髪の毛の子。流星さん、りょうだいさん、小型ペンギンさん、で小型ペンギンさん、マイルさん、次はお大谷さん、え大谷さん、お大谷さんってさ、なんかカタカナで、あれどういう発音なんですか。お大谷さんですか。今日なんかダンスの先生が美穂のことを田中さんって言ってたの。大谷さんみたいな、大谷さんみたいなテンションで田中さんって言ってたんですよ。めっちゃ面白かったすごーい、世界の二刀流。あ、普通に私韓国のピッチャーの人を見てすごいって言ってたさっきからさ、どうした。マリュさん、クロさん、リョウダイさん、しっかり見てる。流星さん、カミリア、ケイさんもたくさんありがとう。すごい、近藤さん、さっきミスったの、そうだったの。フォーユーさんも、マリュさんもありがとう。小型ペンギンさんもありがとう。イチルさんも、マリュさんも、リョウダイさんも、流星さんも、えすごいね、え頑張って、すごい。これ何、このなんだあれは、なんかなんか岩塩お料理の時の岩塩してる、岩塩ポーズ、何だったんだろう、あれあれは何のポーズですか。焦った、岩塩頭に振りかけてるのかと思った。あー、片むつりさんありがとう。あー、マリュさん、イチルさん、フォーユーさん、すごい怖い、1タワーがたくさん、厚切りタワーがありがとう。牛タンは、牛タンはありがとう。おゆさんも、りゅうせいさんも、まゆるさんも、おがさん、りかさん、たくさんありがとう。ととさんもありがとう。すごーい、めっちゃ走ってたもん、すごーい、はあ、温泉みたい、焼肉やばすぎる、みんなから焼肉が届いちゃう。でもやばい、部屋で足湯しよう、足湯するしか。りょうだいさん、ずーですさん、まゆるさん、りゅうせいさん、くろさん、たくさんありがとう。え、わかる、ワンピーススラムダンクより莫大な量だよね。スラムダンク実は漫画が全巻実は ファンの方が送ってくださって、実は私のお家には今スラムダンクが全巻いるんです。え、私さ今日まつげ綺麗じゃない、ちょっと今日どう、私さ今日思ったんだよ、今日メイクしてる時に、あ、もしかして今日の私のまつげ綺麗かも、やばい、あ、まつげの話してたらさ、あー、ギフトでさ全部やばい、今多分いっぱいラグある。クロさん、小型ペンギンさん、マルさん、ありがとうね、たくさんありがとう。カズさん、お疲れ、ありがとうね、いっぱいね、私すごいまつげ今日綺麗じゃない、どう、すごくない、どう。クロさん、忘れっぽいモーチーさんね、たくさん、やばい、お祭り、お祭り、お谷さん油田だよ本当に。ボヤッキーさんも、クロさんも、リュウセイさんも、忘れっぽいモッチーさんも、ありがとう。マリュさんもね、すごい胡椒引きポーズだよね、今の胡椒引いてたよね、
まるさん、かたむつりさん、忘れっぽいもっちさん、ありがとう。岩塩じゃない今の、岩塩ポーズかと思ってた。かたむつりさん、まるさん、たくさんありがとう。貝柱さん、おがさん、りゅうせいさん、たくさんありがとう。焼肉配信したい。あ、つってる。おたにさん、かたむつりさん、山猫坊さん、まるさん、くとうさん、くろさん、ありがとう。クロさん、山猫坊主さん、マリュさん、たくさんありがとう。怖い、瀬戸内の貴様さん、みやこ先生、ありがとう。風船、怖いほど来てる。オガさんもたくさんありがとう。やばい、読み上げられないよ。あ、瀬戸内の貴様さん、風船ありがとう。やばい、いっぱい。山猫坊主さん、クロさん、尾形ペンギンさん、小正引きポーズじゃなかったあれ。流星さん、瀬戸海さん、なべなべ所長、ポーズはペッパーミル、粘り強いバッティング。そういう意味なんだ、粘り強いバッティング。え、やっぱペッパーミルなんだ。やっぱ岩塩、ほら、やっぱペッパーミル、ほら、あ、粘り強いバッティングって意味なんだ。面白い。山田小坊さん、瀬戸海さん、忘れっぽいもっちさん、ありがとう。かたむつりさん、瀬戸海さん、クロさん、マリオさん、山猫坊主さん、ミャンコ先生、たくさんありがとう。みんな、うん、今日お誕生日プレゼント送ってるって、こっちの方で見ちゃった。嬉しい、なになに、楽しみにしてる。小型ペンギンさん、かたむつりさん、マリオさん、ありがとう。クロさん、怖い、待って、今日もやばい。りょうだいさん、なんかすごい、待って、私本当にあの1個目に追いつけない。スカイリンボスター、リュウセイさん、ありがとうね。クロさん、タラリンさん、マリオさん、ストーミさん、たくさんありがとう。漢字ドリル全巻くれるの、やるけど、くれたらやるけどくれたらやるけど。なおさんもありがとう。ん、水沢慎吾さん、丸選手が常連のお店から見てる。すごーい、結婚してしない。誰す、何、王選手、やばい。なおさんも、瀬戸海さんも、マリュさんも、クロさんも、やめ猫ポーズさんも、たくさんありがとう。たくさんありがとう。みんな、キヨニンもありがとう。風船、今日は特に綺麗。あ、追いついてきたかも。両大さん、マシュマロありがとう。追いつけてきたかも。山猫坊主さんも、なべなべ所長、まりまりさんも、まりまりさん、クロさんも、全部、山猫坊主さん、瀬戸内の貴様さん、ありがとう。流星さん、なおさん、フォーユーさん、山さんさん、目がさ、まるともちゃんも、ありがとう。たくさんすぎる、本当に。お肉ギフトたくさんありがとう。ペッパーミル、そういうことか。見るってな、どういう意味なんだろう。あの、引くって意味なのかな、英語で。やっぱ私のまつげ今日綺麗ですよね。あひゃー、小型ペンギンさん、マリュさん、クロさん、フォーユーさん、ヤマさんさん、ストウミさん、やばい、みんなの、マルトモちゃん、クロちゃん、クロちゃん、ナオさん、フォーユーさん、ヤマさん、なんか結婚してって来たし、たくさんありがとう。ヒット打ったって。牛タンさん、牛タンたくさんありがとう。ヤマさん、ストウミさん、ナオさん、クロさん、なべなべ所長、そうだよね、今日、え、3点差すごい、日本、どういう話。流星さん、黒さん、瀬戸海さん、なべなべ所長、ありがとう。呼ぶよ、みんなの名前呼びたい。投げてくれて本当にありがとう。ペッパーミル、ペッパーミルって言うんだね、面白い。水沢慎吾さん、結婚してだよ、しないよ。石沢、投げてる人たちしか今壇上おらんね。すごい。でも壇上しない人も投げてるから、ほんとたくさんの人が投げてるんだな、きっと。だけど本当にいっぱい投げてるんだ。すごい、怖いよ、みんな、すごいよ、みんな、たくさんありがとう。35万ポイント超えちゃったの、どうなっちゃうの、やばい。え、私そんな、みんな破産しない、大丈夫、もうお誕生日だからいいってこと、もしかして。今日お誕生日月だからね、え、すごい、みんな、かたむつりさんも、小型ペンギンさんも、さくりんさんも、しとうみさんも、たくさんありがとう。ペッパーミル爆売れしてるんだ、欲しくなってくるわ。なんかそしたら粘り強いバッティング、頑張って。
でもさ、きっとすごいすごいんだろうな。え、韓国の何、あのピッチャーの方、足もしかしてだけどさ、この配信、あれ、この配信ってかなりさ時差ない？どう？もしもし、大量すぎる。待って、本当に読めない。貝柱さん、流星さん、マリュさん、両大さん、オガさん、ズーデスさん、サクリンさん、小型ペンギンさん、両大さん、チルさん、スゼス、ナミナミ所長、忘れっぽいモッチさん、イチルさん、リュウ…リョウダイさん、サクリンさん、あ、止まった、ナミナミ所長。やっぱさ、この配信すごい時差あるんじゃない？なに、今の止まった時間なんだと思う。イコさん、ありがとう。イチルさん、ありがとう。そうじゃん、今日金曜日だからみんなテンション高い。トリミオさん、リョウダイさん、オガさん、ストーミさん、小型ペンギンさん、ありがとう。マリさん、発車やめした、発車やめですか。やっぱりだけどさ、この配信絶対時差あるよね。だってさっき話してたような内容にめちゃめちゃ後に来る。え、やっぱさ結構時差ある。発車やめ、ストップ、ストップ。トシさんありがとう、ノリミオさんもありがとう、瀬戸美さんもありがとう、オガさんも、リョウダイさんも、ノリミオさんも、すごいたくさんありがとう、サクリンさんも、リュウセイさんもありがとう。ストップした、発車やめした、発車やめは、あれ、やっぱこの配信ってめっちゃ時差ある説。瀬戸美さん、ノリミオさんありがとう、リュウセイさん、リョウダイさん、サクリンさん、ズーデスさんありがとう、ナベナベ所長。やっぱり、やっぱりだけどさ、一タワーテロで時空が歪んだんですよ。一タワーテロです、もうテロよ。え、一タワーが大量に投げられることによってみんなのコメント、私の映像が、そう、さっき止めてみました。え、私の映像がもう3分前のリコチが皆さんに届いてて、嘘、じゃあもう私のネット環境が悪いんだ、怖いよ、もう質も落ちちゃった、残念。それは本当に申し訳なかったです。みんなの、みんなのせいじゃないよ、大丈夫、多分私のネットが悪い、ごめんなさい。でもさ、本当にもう一度は、え、そう、やっぱそうなんだ、3分前の話にコメントが返ってきてたんですよ。今は国際舞台に強いキャプテンが、うん、打つ、そうだよ、シタワーの威力半端なさすぎて、画質悪い、頑張れ、私の画質。もうね、すごかった。確かに Wi-Fi の再起動でもね、それ言うのしても治んないのも、これ多分もう2年前からずっとこれなんですよ。頑張って、侍ジャパン。それかも、銀河鉄道に乗ったせいかも。え、皆さんだって、だって私のまつげの話とか聞いてないでしょ。え、あれは私ただただそれに対するコメントがなかっただけかな。あれ、あ、何今の、あ、練習中、これ今なんだ、練習じゃなかった。もう光回線引くしかないな、本当だね、時代は光です。
何今の、今の何投げたの、コメントが、そうコメントがラグかったの。そんな画質悪いんだ。今時差なくて安心した。クッキーありがとう。今の何、ストレート、まつげは聞いた。あ、じゃあみんなからの、みんなからの反応がなかったんだ。まつげに対する悲しい、私のまつげが悲しいよっていう。今のボールなんだ、すごい。教えてくれてありがとう。嘘、あと500で38万ポイントになるから、下を投げさせ、怖い。私のポケット Wi-Fi になっていいよ、しっかり仕事してくれるなら。そんなに、そんなに画質悪い？私してくれた、よく。まつげごめんな、コメント見て、私見らなかったじゃん、もうギフトに流されちゃったんだ、まつげの反応、米ありがとう。ごめんなさい、隠さずあくびしてしまいました。でもかなり控えめに隠さずあくびしました。画質が悪いならいいかなって。隠さずあくびしちゃった。あれ、空振り？レッスン順がやっぱすごいよ、美容院効果、美容院効果、美容院効果で。だってめちゃめちゃ汗かいて、あれボッサボサだったけど、ブラッシングしてよかった。嘘、止まる？いつもやけど今日は特に綺麗、優しい。何やろう、何でやろう、髪の毛4位だけかね。いっぱいいっぱい動いたけかな。何事は笑顔だ、頑張れ。あ、パクコンウさん、ほら、やっぱほらラグすごい、コメントラグやばい、コメントラグだ。10秒に1回、嘘やん。カズさんハートありがとう。やばい、ホームラン、もうホームランって誰が打っても嬉しい、嬉しくない、ホームランって。すごい、あーあー、やられたって顔してる。もうホームランって誰が打っても嬉しいな、だって嬉しいってなるもん。すごい、2点差だね、6回表っていうか。ユキム WBC 見てる、めっちゃ美人。電波に刺激を与えてみようかねえ。だーだーよ、なんかさ、そんなことない、何食べとん、韓国の選手は。なんかさ、さっきからずっと何か食べてない、打たれるのは確かに。そっか、歯がゆいよね。焼肉、焼肉、人うちの勇さん、ありがとう、なんかすごい。山さんハートありがとう、レッドさんもありがとう、山さんありがとう。ちょっとずつ投げてくるの、ウケる。お勇さんありがとう、嬉しいよ。流星さんありがとう、やばいやばい、ちょっとずつ一田和さんが顔を出してきた。流星さんも山さんも、人うちの勇さんもありがとう。画質良くない？
タワー投げるとか必要くなるの？なんで？山さん、流星さん、ありがとう。ストウチの久間さんもありがとう。え、さっきからさ、韓国の選手、あ、ガムなんだ。お肉食べて、チャプチュウケる。サムギョプサル。あ、野球選手ガム噛みがちなんだ。なんで？流星さんありがとう。やばい、噴水が。ダムルさんがナムルかな？チーズボール、ヤンニョムチキン、チーズサカルビ。みんな面白い。ひとしのひさまさん、りゅうせいさんありがとう。え、みほりんがりこちのスタイル褒めてはりました。なんでなんで嬉しい。なんで、何、どこ、私のどこのスタイルが良かったやろ。カミリア、ケイさん、ロキチ、ヤマさんありがとう。りゅうせいさんもありがとう。ガチ対戦中なんだ。かわちゃん、ビッグボスさん、ヤマさん、りゅうせいさんありがとう。あ、やばい、あ、集中力が上がるんだ。ありがとう。怖い怖い、みんな。デスさん、流星さん、山さんありがとう。カミリア、ケイさんもありがとう。探り探り1タワー投げてるのおもろい。流星さん、山さんありがとう。ビッグボスさんもありがとう。あ、あれは韓国のりつけちょん？知ってる嘘やん、知ってる嘘やん。あ、噛むと力が出るんだ。私さ、ほっぺどっか噛んだ今日。流、いっぱい今日いっぱい噛んだ。流星さん、忘れっぽいもちさん、山さん、ズーデスさんありがとうね。ちょっとだけで、ちょっとだけよ。そう、なんかいっぱい噛んだ。あ、集中力高まるんだ。なんか爽やかになりたいとかじゃなく。リカさんも山さんもありがとう。忘れっぽいもちさんもタラリンさんもありがとう。え、なに、あー、びっくりした。頑張れヌートバーさん、頑張れ。私はもうヌートバーおっさん推しになる。いっこうさん、さくりんさん、やまさん、カミリアケイさんありがとうね。さくりんさん、いっこうさん、かたむつりさんありがとうね。はあ、みほはすごい私の足を褒めてくれます。そう、みほはすごいね、私の足を褒めてくれる。やばい、ダムが決壊する。ギリギリ。さくりんさん、牛タン噛むしか、ホルモン噛めばいいか。ガムの代わりにホルモンを噛もう。あれはなくなんないから。流星さん、さくりんさん、瀬戸内の久間さん、山さんありがとう。なべなべ所長、ビッグボスさん、さくりんさん、カミリア、ケイさん、クロさん、流星さんありがとう。やばいよ、ちょっと、え、でも CM になっちゃった。ヌートバーさんいい、ヌートバーさんさっきから来い。のガム飲み込んじゃうかも。え、あとまだ2時間かかるの。やばい、お願い。次は6回裏。ヌートバーさん推しになっちゃうよね。流星さん、さくりんさん、小川さん、なべなべ所長、にゃさん、のりみおさん、忘れっぽいもっちさんありがとう。のりみおさん、瀬戸内のひさまさん、たくさん、やばいやばい。じゃあ CM の間だけです、私が関与する、関与になるのは。流星さんも、のりみおさんも、さくりんさんも、ズーデスさんもありがとう。たくさん、やばい、ダムが決壊した。ポヤッキーさんもありがとう。ホルモンかもうじゃないか、ガムの代わりに。かたむつりさん、りょうだいさん、ラクエルさんもありがとう。あー、すらららららら、らしとしとしとさん、やまさん、りょうだいさん、さくりんさん、りみょうさんありがとう。あ、この CM かわいいな、かわいいな。やばい、のりみょうさん、さくりんさん、ビッグボスさん、りょうだいさん、小型ベギーさん、あー、ズーデスさん、目ん玉の中にみんなの名前がいっぱい入ってくる。かわいいな、かわいいな。はん、小型ペンギンさん、あー、ヌートバーさん、スクリーンさん、リョウダイさん、クロさんありがとう。なべなべ所長もありがとう。寒いよ。あ、でも暖かくなってきた、やっぱ毛布かぶると。ヨリマさん、忘れっぽいもっちさん、リカさん、ヤマさん、リュウセイさん、小型ペンギンさん、わー、明日から、明日土日、やば、まだや、やばい、あー、やばい、もう見えないぐらい。ゆうやさん、りゅうせいさん、のりみょうさん、いちるさん、おがさん、さくりんさん、のりみょうさん、あー、りゅうせいさん、なべなべ所長、ビッグボスさん、よっしゃ、やべ、入りました。 WBC も CM 終わったので、終了終了、ストップ。りょうじいさんも、りょうじいさんもありがとう。やばい、やばい、そして多分また時差ってる気がする。ありがとう、たくさんありがとう。あ、頑張れって、ありがとう。やばい、
の時差か。黒さん、涼大さん、いやいや、また投げられてる。バイ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 。やばい。やばい。みちるさん、山さん、瀬戸内の久間さん。やばい。黒さん、ルキシ。やばい、目がいっぱい開く。あ、コトペンギンさん、風船ありがとう。あ、すごい。瀬戸美さん、ありがとう。やばい、多分だけど時差めっちゃある。さすがみんな。あ、涼大さん、マシュマロありがとう。父ぐにちだ、ありがとう。はあ、ストーミーさん、ありがとう。時差ってる、時差ってる、時差ってる。やっぱガム食べてる。今から日本の攻撃頑張れ。左打者が多いって。この方も左、ヌートバーさんも左なの。左利き、左利きって多いの、それとも鍛えて左利きになるの。卓球の選手は鍛えて左利きになる人が多いイメージ。私の友達も鍛えて左利きにした人何人かいるような気がする。さすがやっぱ私がみんなすごい、あの、やめな、やめ、発射やめって言ったらみんなちゃんとやめられるの偉い。やっぱ時差ってる。あ、撃った。何あれは。頑張れ。頑張れ。電光石火の盗塁マスターだって。かっこいい。電光石火って右利き左利きモール。あ、鍛えて左利きになる人なんだ。4番バッターが多いの。おいみぶさん、クッキーありがとう。そうなん。多分みんななってると思う。え、すごーい。電光石火だ。こりゃ盗塁マスターだよ。あ、高校から左打ち。僕は天然物の左利き。あー、大谷選手も右利きだけど左打ち。おー、イチロー選手も左打ち。やっぱ鍛えてやっぱなるんだ。え、見た？あー、小型ペンギンさん、グレート、ありがとう。確かにギフトくださいとかじゃなくて投げられすぎてストップって言うのは本当ルームはここだけでしょ本当に。え、すごかったね。だってさ、三塁にわーって来たんだよ。すごい。時差30秒ある？え、いやすごかった。すごかった、見た、すごかった。え、あんなしピューンピューンピューン、めっちゃ走ってたもん。ほんとジェット噴泉のように言ってたわ。スタチの久間さん、好き、ありがとう。ねえ、今僕は両方とも使える、すごい。私も左器用に使えるよ私も。いや、すごかったね。わ、
流星さんレインボースターありがとう。アイコネもじゃあ左打ちだ。何猛虎魂って爆速だったね。爆速美里さんミオルみんなミオルバイって言うん。私はミチョウっていう中野選手。ちょっとヌートバー選手に引き続き中野選手いいですね。あの電光石火中野選手いいですね。ちょっと一押しはヌートバー選手だけど、ちょっと今の走りを見せられたら私中野選手に推し変しちゃいそう。やばい、中野選手はいい選手なの。阪神にも近本選手速いんだ。へえ、50m 走何秒で走るんだろう。わあ流星さんありがとう。風船風船ありがとう。あつ森だったね。やっぱミサ先輩よね。そうですよね、ミサセンって思って、えって源田選手のあれが来た時に、あっミサセンってミサセンってなったもん。リコチから WBC の速報を得てる。すごかったよ。え、髪の毛サラサラでしょ。私これレッスン終わりで髪の毛そうここくくってたからちょっと跡がついてるんですけど、レッスンとジムで大汗かいたってもこれですよ。美容院ってすごいよ。美容院すごい。やっぱちょっと大切。次の次にヌートバー出てくる。ヌートバー選手大好き。すごい。でも、あ、次は日本の守備。やばい、今あと2通メール送りたい。やっぽー、髪の毛サラサラでしょ。美容院好きになってきた。大切。ワク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  ASMR。頑張ってセ・リーグふんふんの頑張れ。何今の。チュルンチュルンでしょ。触ってほしいぐらい。 50m 走 5.8 秒。早っ。え、すごい、調べてくれたの。早っ早っ。私の1分の1で新幹線、福井県なんだ。中村選手誰だ。中野選手、栗山、頑張ってほしい。え、三塁に今おるんよね。だってうん、今日も元気にハッスルマッスル。ちょっとお休みメール送り始めよう。え、ちょっと楽しいですね。
皆さんに自撮りを送ろう。え、ヌートバーさん来た？待って、ちょっと自撮りしてたらヌートバーさんだったんだけど。ねえねえ、何が起きたの？そんなバッターな、あ、痛かった？何が起きたの？痛かったのかな？なんか怒ってる。多分今の口は F ワード言ったんじゃない？違うか。あ、あー、痛いね。痛いよ。それは怒るわ。私の、いや、いや、あれは怒ったね。あれは怒りますわ。痛いもん。満塁ですか？え、頑張って。これ大谷さん来たよ。は？何？大谷さんじゃないか。うわ、打撃？な、打撃？デッドボール痛かっただろうね。あれはでも私ちょっと今のでちょっと私ちょっとヌートバーさん怖くなっちゃったかも。私ちょっと怒る人がちょっと私おごりっぽちょっと怒ってる人見るとちょっとうーってなっちゃうからちょっとヌートバーさんちょっと脳になちょっと怖いかも。1分ぐらい時差ってる？時差ってる。え、ちょっと憤りした方がいい。いや、憤りだったのかな。あれはめちゃめちゃ怒ってたよ。やっぱりちょっと私怒りっぽい人はちょっと苦手かも。え、ちょっと待って、え、出塁率の鬼近藤さんに大谷さん来る？やばいね、みんな。え、もういっぱい取れるんじゃない？点今からメール送るよ。ちょっと可愛すぎる自撮りかもしれん、これ。ちょっと今から送るメールは可愛すぎる自撮りかもしれん。自分で言う。ちょっと自分でも漏れたって思ってる。メジャーリーガーさんをメジャーリーガーぶつけられると怒るんだ。そうなんだ。あ、そうなんだね。頑張れ。え、でも痛いよね、絶対痛いよね。ボールの後つくんだ。普段は優しいか。そうだよね、きっと。いや、多分絶対あのヌートバーさんプンスカプン。え、でもきっとフォアボール。え、やっぱ怒っとかないと威嚇。やっぱそうだよね、獣になるんだよね。オタニさんめっちゃ紳士。あ、そうなんだ。当たると痛いだよね。だよね、自殺ってるだよね、自殺ってるだよね。え、当たるとやっぱ痛い。この韓国のピッチャーさん足、やっぱ綺麗。お尻がめっちゃ綺麗。足長。ほら、やっぱこの人やっぱり足長くないし。え、うなじめっちゃ綺麗じゃん。え、めっちゃうなじ綺麗じゃん。私より絶対、私より綺麗でしょ絶対。待って待って待って、打撃の天才、打撃の天才近藤さんだ。頑張って、信じてる。私は信じてるよ、近藤さんがやってくれるってこと。お願い。かわいい。ああ、怒りというより闘志を見せるんだ。
頑張れ。いや、やっぱ韓国のピッチャーさん。おっしゃー、どうしたの。え、1点入った。イエーイ。野球選手のうなじに注目しちゃった。うなじ綺麗だった。めちゃめちゃキムさん、キム選手めちゃうなじ綺麗だったすごい。押し出し、押し出し。押し出し。押し出し。あ、CM。ファーボール。いやー。ズッキュン。ズッキュンやとね、ほんと。そう、打たれても。ほら、押し出しで1点。すごーい。いや、キムさん、うなじだった。うなじ綺麗だった。確かに卓球の球当てられたら確かにうーってなるよね。当てられたことないけどさ、最近写真えげつないくらいかい。うれぴー、うれぴー。見て、今日もカットデーツ美味しい。カットデーツ、デーツいい。アプリコットも今日いっぱい食べた。時差、時差ってるっていう言葉怖い。確かにちょっと怖いね。時差がある、時差がある。おひたし、うーん、分ぐらいラグある。はい、自撮りしました。うん、いや、ピンとこんな。WBC。デーツ好きよ。カットされてると食べやすい。ほんとおたふくだから。ハッシュタグキムの同じ綺麗。嘘、同じ綺麗だとハゲるって。寿司の久間さんありがとう。一度は大谷さん頑張ってホームラン打ってほしい。やってくれると信じてる。時差が、時差が、World Girl。ここら辺の発音めっちゃ難しい。私は Yes の発音にもこだわってた頃がありました。懐かしい。 Yes の発音が分かんないってなったことがあります。 Yes って Yes じゃない、 Yes。 むずい。なんか E じゃないよ、 I U O の E じゃないよ、 Y やんよ。それがむずいんよ。 Yes Yes Yes。 むずい。そのちょっと発音にこだわってた頃がありました。懐かしい。今撮った写真送るね。え、何事。ああ、おたにさん、おたにさん。なんでコメントできないの。小型ペンギンさんありがとう。風船。又吉直樹さんみたいなピッチャーって誰。え、大谷さんすごい。そんなボールでも打つの。大谷さんすごい。うわ、 WBC 楽しい。 WBC 楽しい。ビタミン C。ガタペンギンさん風船ありがとう。タイムリーヒー。デーツ味付け甘すぎるのが多いよね。え、これ味付けされてるの。私これでも純粋な味っぽいよ。
米粉をまぶされてるだけで、あのくっつかないように米粉がまぶされてるだけで、多分純粋の味っぽい。すごい楽しい相性の再会をしてみました。そう、ちょっとみんなと時差ってたらさ、リアルタイムで楽しくないじゃん。え、何何が起きたの今。9点って何、9点入ったって何。そや、そうリセットしてみました。低画質配信ってどうやってするの。できんかもしれん、もしかしたら時差ってる、止まっちゃった、ごめんね。ちょっと再開してみた。今何が起きたって、規制フラ、あ、1時間経ったからさ、1時間経ったからリセットされちゃった、もしかして。りょうだいさん好き、ありがとう、ありがとう。犠牲フライ、犠牲フライってどういう意味、なんか美味しそう。世界を打ち抜くフルスイング頑張って。ねえすごーい、ねえすごーい、ブラジルから配信し、すごーい、吉田選手すごーい、ケンタッキーさん音符ありがとう、はあ、カミリア K さんボールありがとう。え、めっちゃ楽しい。サクラファイフライ、なに、カキフライ、キセフライ、サクラファイ、10点、すごい。正隆選手か、ありがとう、読めないの教えてくれたよね。え、すごい、犠牲っていう魚のフライか、フライ打って、フライがわからんのまずフライも教えて。取られた後に点を取られた後かな、ランナーが次の塁に進めるんですけど、それで点が入りました。あー、なるほど、サクリファイ、クオリファイ。みやんこ先生ボールありがとう、ロキチ一タワーありがとう。やっぱりうずうずしてる。あん、 CM 何、フライって何、ちょっと嬉しい。私が見始めた時はなんかもうなんか韓国に3点取られてってなってたんですけど、ってなってたんですけど、スカイマジ犠牲フライタルタルソース添えか。いや、テスさん、カタムツリさん、カミリアンケンさん、ありがとう。やばい、みんなやばい、下は祭りだ。正隆選手は私からメジャーリーグのボストンレッドソックス、すごい、分からんけんすごいって言っとくあ、分からんけんすごいって言っと、ただただ言っとる人みたいになっちゃった。うん、いやすごい、メジャーリーグの選手なんだ。カミリア K さん、カタムツリさん、ありがとう。ヤマさんもやばい、怖い、みんなが投げ始めた。空にボールが飛んだらフライ、はあ、え、あれってうっフライ、ピヨーンってなるんですよね。あれってボールのん、ピッチャーのせいになる、ピッチャーのせいになるんですか。あれは打つ人が悪いんじゃなくピッチャーのせいになるの。え、それさ、ちょっとなんか嫌やね。そうなんや、やばい、もうやばい。フライはあげること、あ、フライだ、あげるんだ。カタムツリさん、カミリアケイさん、小型ペンギンさん、リュウセイさん、サクリンさん、たくさんありがとう。ヤマさんもフライ、カキも犠牲もなんか一緒だよね、ほとんど一緒だよね。サクリファイ、サクリ、サクリファイスフライ、おー、やばい、チタワだ。ミリアケイさん、カタムツリさん、ありがとう。ほにゃほにゃ、野球楽しい、やばい、野球が楽しいです。ちょっと興奮してます、私興奮してきました。
あ、もう10時、よかった。わしメール送れた。ん？今日みんなに告知することはないよね。ごめんなさい、唇をなんか触っちゃった別にいいじゃんねなんで私ごめんなさいね。ぼやっきーさん、小型ペンギンさん、かたむつりさん、流星さん、山さん、ありがとう。カメリアケイさんもありがとう。やばーい、買ってほしいな。山さんありがとう。え、次はまだ、あ、6裏なんですね。お願い、お願い、買ってほしいよ、お願い、お願い。片ペギーさん、本人はアウトだけど仲間がホームに帰る、はあ、なるほどね。打球がポーンって上に上がったらフライ。これは普通に本人アウトな、アウトなんだ。やばい、伝わね、ありがとうね、ありがとうございます。クリーンソフテイカーさん、バタペンギンさん、ヤマさんもありがとうございます。楽しいね、野球って楽しいね。カキフライにオーロラソースつけるのが美味しいの。私はカキフライはタルタルソース派です。オーロラソースも試してみよう。またいっぱいカキ食べたいな、またいっぱい食べたいな、デリシャスやだな、やこれは 何を意味しとんやろ。あ、ありがとう。すごい、じゃがって落下しやしてく、あ、キャッチしやすいんだ。そうなんだ、ありがとうビッグボスさん。当てた、すごい。フライの意味をありがたい教えてくれて。あ、ノーバウンドでキャッチされるとアウト。ピッチャーの球の質とかバッターのバットの振り方でゴロとかフライとか変わったりする。ボールが飛ぶのがフライ、転がるグラウンドがゴロになった。ポーポー、多分そのうち多分分かってくるよね。いっこうさん、りかさん、ありがとう。皆さんが私にたくさん教えてくださるおかげで、いやすごいよ。ジュペーン、あざとい自撮り可愛かった、すごい。こんばんは。楽しいね。これ長くなる？コントロールって大事ね。やばい、私今日39万ポイントですか？私も39万ポイント。確かに侍ジャパンが今11点取ってるのと同じで、私も39万ポイントゲットしたよって。やばいよみんな、ありがとうね。やばいよ、テスさんありがとう、投げてくれて。自撮り可愛かった？カズさん可愛い、ありがとう、嬉しい、メロメロになった。栗林選手もいるんですか？栗林選手、私さ甘栗大好き栗林選手のさ栗でさ思い出して甘栗大好きっていうのさちょっとじわるね。甘栗大好き。両大さんありがとう、風船。楽しい。小型ペンギンさんも風船ありがとう。楽しい楽しい。リコチメール可愛かった。私も野球実況なんかみんなが解説してくれるのが嬉しい、うん、私解説
あるのありがたい。みんなの解説があると楽しい。私はとりあえずホームラン、ホームランとめっちゃ走ってるの見るのが一番興奮します。ボヤッキーさん、マシュマロありがとう。フライアウトを犠牲にして、あー、ランナーを返して1点ゲット。そういうことを犠牲にする、あー、犠牲フライ、フライ犠牲、犠牲フライ。ソースがおすすめ。フライ食べたい。ビッグボスさん、ボールありがとう。あ、え、今は台湾とイタリアもリアルタイムでやってんの？今のは岡本選手だった？メールの写真可愛かった？ダブルプレー、あれ、なんかダブルプレーさっき学んだような気がする。ダブルプレーって何？ダブルプレーって何？ダブルプレーって何？さっき学んだような気がする。ボヤッキーさんありがとう。ロキチも、瀬戸内のひさまさんも、山さんもありがとう。やばい、今時差ある。ありがとうね、一田は。そのクリちゃう、甘栗おいしい。甘栗、甘栗、甘栗林選手選手のことさ言ったのにさ、逆に甘栗なんちゃら選手がいらっしゃるんですね。その私は甘栗が好きって、そっちかい。私は食べる甘栗が好きですよ。めっちゃ面白いんだけど、めっちゃおもろいんだけど。え、広島の選手ですよね、やっぱ栗林選手って。なんか聞いたことあるなと思ったんですよ、カープの選手の中で栗林選手って方がいらっしゃるの。和吉さん、レインボースターありがとう。クラさんもボールありがとう。楽しい。マンホールに落ちちゃう映画見たことないけど、昨日はワンピースフィルムレッドを見ました。ケイクワトロさんありがとう。クッキーめっちゃ走ってるの、やっぱ足速いのを見るのちょっと興奮しますよね。リコチンメールよかった。一度にアウト2つ、1回のプレーで2つアウト取ることがダブルプレーなんだ。例えば一度に2人が MW さん、クッキーありがとう。やばい、もしかしてまた時差ってる？ダブルプレー、あ、そんなことないか。甘栗落ち、野球のボールの投げられん、投げたことない。瀬戸内レモンタルタルしか勝たんな。おお、ダブルプレーありがとう、教えてくれて。え、でもさ、アウトってアウトってワンプレイで2つアウト取るって、例えばワンプレイが分からん、ワンプレイが分からんのよね。あれ、今は日本が7回表に行ったんだ今。私もうね、ほら、7回表あと7回、私何の表と裏とか分かるようになりました。今日の試合で今見てて学びました。そう、君が好きだと叫びたい。サーナルさん、クッキーありがとう。やばいやばい、めっちゃ時差あるわ。やっぱ甘栗いっぱい食べたい。甘栗にハマってるんです今。私のここ最近の主食はヨーグルトとデーツとバナナと焼き芋とかき氷と、今日アプリコットとサラダチキンと豆腐と納豆と、あ、甘栗。クリベース、クリリンのことか。クリリンって呼ばれてるの？え？クリリン？さんじゃないんだ、クリリンさんなんだ。あー、体験しちゃった。アウトは悔しいけど、リコジに会うと楽しい。キッキッ、ホームベース裏返したら裏らしいよ。裏返すん、いちいちホームベース
どうなると打った人がアウトになるかから話をしないといけんくなる。ダブルプレーは分かったけど何をしたらアウトになるかがいまいち理解できてないんですよね。栗が好きだと叫びた。甘納豆おいしいね。甘納豆いいな。甘栗、甘栗むける？私はもう剥かれてるやつ食べてるよ。選手が投げてからまた投手が投げてからまた投手が投げるまでの間が1プレー。あーなるほどね。待って、やっぱほらめちゃめちゃ時差ある。今栗、やっぱ栗林さんですか？クリリンさんかと思った。本当にちょっと待って本当に信じたよ私。本当にクリリンさん、名前は栗林さんなんですよね。いやなんか栗林さんかクリリンさんなのかと思ってた。本当に私林田リンさんっていうね、あの名前を出してもいいと思うんですよ。あのツイッター私フォローしてるメイクさんがいらっしゃるんですけど、林田リンさんって方なんですけど、私リンダリンさんかと思ってたんですよ。そこお読みするみたいな。リンダリンさんになるかと思った。え、もう何終わったの？もう表が終わったの？ね、ルフィと同じ声。あれ、もう表が終わったの？みんなに教えてもらって理解してるよ。待って、ほんと余計なこと書くと私信じるよ。打ったボールが浮いたままキャッチされるとアウト。うーん、あー頭分かった。頭分かった。ランナーがベースを踏んでなかったらツーアウト。おー、打ったボールが地面につかないうちに取られたらアウト。笑ったらアウトになる。絶対嘘やん。笑ったらアウト。本当に？なんか畳の上でやるあの柔道とかでガッツポーズしたらなんか反則になるように。本当に私にみんなの私みんなに私悪いこと教えられてる。何が起きた今？イニング5。ホームラン、すごいねー。今私あれ見てます。あのハイライト。リンダ僕はあなたの、リンダ僕はあなたのなんちゃらドゥルルルル。6階の裏、お谷さんいる。楽しい。3つアウトでターンが変わる。あ、そうなんだ。3人アウト取ったから。あ、面白い。なるほどね。めちゃめちゃさ、私今みんなにあの野球教えてもらえててめっちゃ嬉しい。あ、なるほどね。アウト3つ溜まったら変わるんだ。んー、じゃあさっきに日本が11点まで取ったのはあれは全然アウト取らなかったからなんですね。なるほど、すごい。笑ったら本当にアウトになったら良くないね。そう、武道は相手に対しての礼儀をね、うしたら失格だよね。うすって読むのこれ。ハイライト、ハイライト、イエレフト、ん、ハイライト、ローライト、ハイライトの対義語、ローレフト、うん、ハイライトの対義語、ローヘビー。お願いしてくれグラフィティ。私のやばいよ、知識。サッカーもだいぶ分かってきたのはブルーロックのおかげ。ブルーロックのおかげ。
なの？韓国は試合に勝てなくなって集中力切れると当てたりしてくるから要注意。またヌートバーちゃんがあれされちゃうじゃん。中野ヒット打ったよ。中野選手今すごーい。はあ、ヒットはなんなん。あーペッパーミル、ペッパーミル、ペッパーミル。ゴロになったら打った人が一塁ベースを踏むより先にボールを持っている人が一塁ベースを踏んだらアウト。もう一回読もう。ゴロになったら打った人が一塁ベースを踏むより先に、あーなるほど、なるほど、打った人の打球がそれがアウトのなり方なんだ。アウトってどんなものがあるか。なるほどね。スリーアウトでチェンジ今学んだ。え、それゴイゴイスー、ゴイゴイスーみたいな。スー、ほんとすごい嬉しいね。え、じゃあさ WBC もさワールドカップもない年ってほんと寂しいね。オリンピックもなかったらもっと寂しいよ。逆に何があるの、そういう日は、そういう年は何があるの。 WBC も、WBC ですか、 WBC ですか、 WBC って呼ぼう。もうワールドカップもオリンピックもない年は超寂しくない。母親がフィリピン人の宇田川投手にも注目してください。わかりました。学校でね、あったよ私。あります。私投げた球が男の子、あのえな、私が投げた球か打った球が、あの私本当に忘れられないソフトボールの思い出は、私が多分打った球が、その投げたそのボーイの、ボーイのあの急所にあ当たったかなんかで、すごい痛がっててなんかごめんねってなんか謝った記憶があります。だからフットボールはしたこと、ソフトボールはしたことあるんです。それで覚えてるの、ほんとごめんねすぎる。これアウトです本当に。もうヌートバーちゃんの気持ちがわかる。ワールドカップ、ワールドカップ、あ野球、あー日本であるか。そっか、サッカーは毎年カップ戦ある。あれそうなの、あ公式戦、そっかそっか、公式戦があるのか。やばい、時差ってる時差ってる。やっぱり私何分後のリコチが皆さんの目に届いてるんだろう。東京オリンピック2年後、東京オリンピック、そっか、ヌトバ来た、ヌトバ、あーヌトバー、ヌトバ呼び、やばい。私がそうデッドボールしちゃった、ごめん。頑張れ、痛かったよねさっき、絶対痛いよね。ヌトバ足頑張れ。痛いんだねあれ、当てられた側の気持ち、あ痛いんだ痛いんだ、知らないよ、わかんないよごめんねすぎる。ごめんねシークレグラフィティ、ええ走ってるヌートバー。
でなんで？今のは今のはなんで二類まで行けるってヌートバー氏はあの判断したんですか？あの時一類まで今バーンって行けたじゃないですか。なんで二類まで行けるって判断したの？あれはすごいウェーイって、え、すごいよヌートバー氏、ヌートバー選手すごい。流星さん、わお、ありがとう。そうだよね、ラグビーもある。あ、そっかそっか、時差あるね、時差ありまくりだよね。最高ってヌートバー氏喋ってた今、最高って多分今言った。投手交代、韓国もヘロヘロ、多分韓国もこんなんやろうね。ガムも味がせんくなったんじゃない？ヌートボー、ヌートボーじゃない、ヌートバー氏、はあ、すごい、やったーって言ってる。なんで？頑張れ。すごいね、ダイビングキャッチかっこよすぎる。私やっぱヌートバー氏しかおらん。私はヌートバー選手が推しです。かっこいい。足に、あ、センス、え、外野手の間にボールが飛んだから取って返すまで時間がかかると。そういうことか、外野手が三塁にボール投げたから三塁への送球が見えたのでその隙をつけると判断した。じゃあ本当に刹那を 見たんだ。一塁にいたランナーが三塁を狙って走っていて相手の守備が三塁に投げると思ったから。おお、あ一塁にもランナーいたんですか？レッドさん、ありがとう。一度ヌートバー選手、榎田達治選手、たっちゃん、ヌートボール、ミートボール本当にミートボールになっちゃった。ヌートボール間違えちゃったのようん、ミートボール美味しいよね。私めっちゃお弁当に入ってるミートボール大好きだった。ミートボール食べたくなってきた。お肉ってやっぱ美味しいよね。足、昨日は足つっちゃったんだ。さっきはぶつけられたから無理はさせられないよね。え、昨日足つったの？かわいそう。塩分取ってって。ヌートバーの好物納豆、仲良しになれるかもしらん。私もな、みんな好きよ納豆。でも好物に、好きな食べ物に納豆って書く人はおらんね。すごいね、すごい。なんで納豆を選んだんだろう。私みたいにネギトロ、ネギトロって書く人もあんまおらんか。え、皆さんの好きな食べ物なんですか？急に話変わるね。あ、近藤選手来たよ。打撃の天才近藤選手好き。え、ヌートボール間違えた。ヌートバー選手は25歳なの？私も割とたくさんの人生を重ねてる人かと思ってた。ミートボール美味しいね。つくねいいね。ヨネキュー、ヨネヒサ、コメヒサ。理解力、みんなの教え方が分かりやすいから。うわー、ミートボール軍艦。私さ、お魚以外のお魚以外の回る、あの焼肉もう私頭の中が焼肉、あのお魚以外のネタも食べてみたい。お寿司、ヌートバー選手頑張って。あ、美脚、近藤選手も頑張ってほしい。絶対いける。私近藤選手も好き、中野選手も好きになった。やっぱ見る、あ、大丈夫大丈夫、私優しいね、なんか大丈夫
納豆人知っていいな魚とオタクだけ。あーやっぱやっぱほらやっぱに納豆っていう人いないよ。やっぱ唐揚げとか好きな食べ物ランキングで上位に来るのってやっぱさ唐揚げとかハンバーグとかさ焼肉とかさ そんなんじゃない。多分ネギトロってお寿司とかわかるけどさネギトロっていう人あんまいないと思うし納豆っていう人もあんま納豆単体が好きっていう人もなかなか。ほらやっぱ韓国落ち着いて。ちょっと私説教オタクになってるかもしれない、いちご味無理ヌートボールさん間違えちゃった。ハッシュタグつけんでめっちゃおもろい私やばい。ん大谷さん来た。あー大谷さん大谷さんいい素振りしてる。満塁で回ってきた。あー満塁やったー。今いっぱいアウト。あボールかボールいっぱいしちゃったからあの一塁に行ったんだね。あのさっきの近藤選手投げてない打ってないけど今はヌートバー選手と近藤選手と誰がおるんやろ。今のはボール、韓国落ち着いて。大阪の広島さん好きありがとう。私さウケる。私も今日お豆腐と納豆食べたよ。めっちゃおもろい。私めっちゃうるさい説教中になってるかも。韓国に対して落ち着いて。でも落ち着いとるよね。頑張っとるもんね。ちょっとこのプレッシャーにさ、これでさホームラン打ってさ3点も入ったらさ4点も入るのか。もうさバーンってなるねどうなるかな。 It's show time。納豆ひき割り納豆いいね。ひき割りも美味しいよね。やっぱちょっと私の夢はお寿司屋さんでお魚以外のなんかおかず系のネタを食べることにしよう。私そういうのと食べてこなかったからちょっと食べたくなってきた。ネギトロでお腹壊すのなんで。大谷さん頑張って。だって大谷選手ってさ193センチもあるんでしょ。あ何が起きたの今は。アウト。キャンバーレーヌートバー選手は交代したんだ。ボール4つになったらフォアボールって言って一塁に行く。ボール4つなんだ。7番は誰。12点になったって。カレーライスいいな。マヨコーン軍艦食べたいし、ミートボール軍艦さっきので食べたくなってきたし。12点目来たって。みんな教えてくれて、いっぱい教えてくれるからさ本当に感謝。野球って何点まで取れるんだ。あそっか14点までかと思ったけどさ334があるからそんなことないよね。そっかあれは34点。何点でも取れるんだ。そっか、なんかあるじゃないですか。卓球だったら11点、15点、1点だけだった。天ぷらが乗ってるお寿司いいね。12点か卓球は。やばいね12点きた。楽しいねこれ。韓国はピッチャー9人も使ってる。すごいね。なんでフォアボールきた。村上選手頑張って。なんかどっかで見たことあるような、絶対ないのにどっかで見たことあるような。
なんでだろう、なんかどっかで見たいことある。誰かに似てるな。あれ誰だろう。ああ、事務所の方にそっくりだそこっちゃうやろ、めっちゃそっくりだ。あ、何今のは。ストライク、うん、絶対分からんのに事務所の方にそっくりだ。見てて髪の毛きれい、嬉しい。そう、美容院行ったんですよ。でもめちゃめちゃ、そう、今日はレッスンの帰りにジムにまで行っていっぱい汗かいたから、ちょっとでも汗も乾いてきたし、だから寒くなくなってきた。あ、卓球11点か。あは、10点差がついたら強制終了。あ、そうなんだ、頑張れ。じゃああと2点だ。あ、3歳は3試合の合計点数、合計点数。そうなの、そうだったんだ。あ、違う、ダルビッシュ選手横顔綺麗。あ、やっぱり似てる、事務所の方に。村上選手、いや、そして、いや、この48番誰、めっちゃお尻綺麗じゃん、韓国のプリケツじゃん。うなじも絶対綺麗なんだろうな誰やねん全部めっちゃ時差あるけどいいわ。あ、やっぱり似てるわ、めっちゃ似てるわ、事務所の方に。めっちゃ似てるわ。いや、プリケツ、私さ、プリケツマニアなんよね、今更やけど。やっぱり岸田総理にもそっくりやわ。うん、韓国の監督さんかな、似てるな。メガネかけてるからそう見えちゃう。え、史上最年少3回王村神様。ああ、この人が村神様、すごい。去年日本のプロ野球で一番ホームラン打った人なの、すごい。髪の毛ツヤツヤ、嬉しい。ちょっとみんなに言われて嬉しいからブラッシング。え、村神様って知ってるよ、聞いたことある。すごい、そうなんだ。うん、焦った、お水倒したかと思った。お水も持ってこよう。え、楽しくて配信私終われないかも。ポリ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 スポリポリス。あれ、まずね、唇が乾燥してるのよ。うまっ、お水うまっ。髪の毛、お尻好き。今日は腹筋鍛えたよ、背筋と。だから硬い、と強さに言うとつき、強さに言うときつき。あ、もういなくなった。強さに言うとつき。三冠王は何を取ったんですか、三冠は。私投げてる球じゃなくて投げてる人のお尻えちゃう。なりすぎた。これは何かコップとかに塗っとこう。いいでしょ、ほっぺがピンクの人になっちゃったちょっと塗りすぎた、なんかはみ出た、靴下で拭いた寒い。時差が気になるね今は。あれ、もう村上様いなくなっちゃった。吉田正直さん、あー、名前さっき教えてもらったのに、みんなに読み方
世界を打ち抜くフルスイング、かっこいい。こういう私もなんかセカンドネーム欲しいな。私もなんだろう、世界を打ち抜くズッキュンみたいな。ストライクゾーン13点。あれ、この今日のピッチャーは、この投手、韓国の投手は48番こんな顔だっけ。こうやってさ、口元隠すのおもろ。あ、こう見たら見やすいわ。じゃもうちょっと配信カメラこうしたらいける。キヨさん来た。打点、自分の打ったヒットで入った点数。打点、打率、ホームラン3つでトップ、村上様すごーい。自分の打ったヒットで入った点数、はあ、打率も高いってこと。打率、うーん、やったー。これはパパからのお土産です。あ、今日着てる T シャツもパパからの。いや、なんか今日パパだわ。わあ、すごい。そうなんだ。い、野球楽しい。今日さ、ニュートつき。ラブ。プリケツで同じ綺麗なの最強。最強だよ。めっちゃおもろい。頑張れ。どっちも頑張ってほしい。なんか私はどっちも応援しちゃう。プリンさん、一度ありがとう。プリ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 。こうしたらいいか。ちちゃちゃちゃちちゃちちゃ。やっぱりまつげ綺麗だな。私三冠をゲットしてる。カウタバラエティ。おお。わあ。そんなありがとう。韓国ここまで。韓国ね、最初良かったのにね。やっぱ日本最高。岡本選手はどんな人？教えてほしいな。お尻プリプリしてた。5年連続30本塁打。すごいね、5年連続ってすごい。ロッテジャイアンツの選手なの？体重は65キロ。ん？これはパク・セウン選手の話か。巨人の4番。4番頑張れ、お願い。今のってさ、私いつも思ってたんですけど、ゲットしたからは、え、一塁に届く前にパンって取ったから今のは点が入んないんですよね。チェンジだ今のは。あ、ハイライトきた。ヌートバー、近藤三週先週三週本当？無双なんてできないよ。リコチパパは、リコチパパはね、私のリコチパパので
私のリゴチパパに似てるところをどこか教えてあげるとしたら、あのまずくせ毛のところくせ毛のところ、バラエティ、バラエティ、岡本選手も26歳なの？そうなの？誰だっけ岡本選手、あ、さっきの方か。あとは顔が丸いところとか、私はパパにかママにかって言われたらママにだ、みんなママに、みんなママにそっくりなの他にも多分似てる、この面影どっちにもある。ヌートバー何喋ってるんだろう。フライはどこに飛んでもノーバウンドで取られたらアウトです。あ、そうなんだ、なるほどね。ヒットは？ヒットは？ん？じゃあいろんななり方があるんだ。フライ、ゴロはゴロゴロゴロってなったのがゴロ。クッキーありがとう。ヒットは？ヒットとあとホームランがある。頑張れ。あ、投げてるのは誰ですか？あそこにさ、お花がさ置いてあるからさ見えないのよ。あれなんて書いてあるの？なんちゃらの守護神。守護神なんだ、すごい。何、ゆうすけ選手かな。あ、松井裕樹選手、楽天27歳、ピッチャー、うん、兄さん似てる？確かに似てるって言われてもいる、うんっていう、うん、くせ毛なのよ。くせ毛のところと首が短いところパパのこと、うん、悪口じゃない。でもパパはどっちかって言ったら静かなので、笑い方は誰に似たんだろうね。あ、ママです。ママもうすごいなんか私よりテンション高い。ダブルプレー分かったよ。ダブルプレー分かったよ。なんかフライに、なんかアウト、アウト2回なんかアウトになるみたいな、2回アウトになるみたいな、1回のプレイ、1回のプレイで2回アウトになる。なんでこんな顔するの？あ、名古屋出身、韓国のイチローだ。イジョンヌ選手。ゴロとフライ、ヒット、ヒット、ヒット。ゴロはボールがゴロゴロで覚えた、私も。ゴロはゴロだよね。打者がベースに来る前にボールを返せばアウト。ゴロは、ゴロゴロゴロは打者がベースに来る前にボールを返せばアウト。はい、多分理解した。野球って難しいけど楽しい。まあ流星さん、ありがとう。今日も元気にハッスルマッスル。打ったヒットはボールがバウンドして、打った人がボールを持った打った人がボールを持った人が一塁ベースを踏まれる前に一塁ベースを踏んだらヒット。なるほど。じゃあヒット嬉しいね。ヒット好き。一郎
選手は昔ホームランのボールを壁より高く飛んでキャッチして、すごすごえぐ、きっとあのワールドカップで線を 0.4 センチ超えてないから OK になったやつみたいな、あれですね。でゴールしたやつみたいな。諦めなければそこで試合終了です。諦めたらそこで試合終了ですよ、じゃないですか。え、野球分かってきた、みんなのおかげで分かってきたよ。カズさん今何投げたの。いいねありがとういいねありがとう。私のお母さんは昔私ヘイって感じだったらしいよ。だから安心した、私もなんかこうこんなんだけど、ママもママの血引いてんだと思ってママの血なんだと思ったからよ、安心した。私はなんか私みたいな人っていないみたいな言われ方するけど、ママもこんなだったらしいから安心した。私は分かってるよ分かってるよ松井選手の目優しい。あ、焦った。松井奪う脱三振率、名前かと思った。脱三振率さんかと思ってた。松井裕樹選手か、いや下の名前長って思った。 Hello チカチ、楽しいルール。そう三笘選手だ、三笘選手、ワールドカップの1ミリ。うん、あ、空振り、足長。小川さん、小川選手ボールありがとう。ストライク。壁をよじ登ってボールを取ったりする。スパイダーマン、すごい。フェンスによじ登ってホールマン、ホームラン取ったの。ホールマン、あ、すげえ。楽しいけど、こんなんじゃ永遠にさ、あれやん、永遠に配信しちゃうけど、あと1点取ってくれたら DNA、 私のママよ。ママも、私のママめっちゃあの手足、私のママめっちゃ足細い。そう、受け継いだよ。スキップした、カニさんスキップした。私のママは足めっちゃ細い。そうだから、そこは受け継いだおかげで美穂に足を褒めてもらえるんだと思う。あとは頑張れ松井選手。あとは私のママめちゃめちゃ色が白いんですよ。でそれを、その色、痛いよね。何、いや痛いよね。今の韓国の選手の足に自分が打ったボールがピンってなった。クリーンナップ、分からん。もうそうね、私のママ色白なんですけど、その色白さを誰が受け継いだかというと、私の一番真ん中のお兄ちゃんが受け継いで、私色白くなりたかったのに、私のお兄ちゃんがその色白のあれを取ったんですよ。くせに私のその真ん中のお兄ちゃんはなんか日焼けしたがりでおお、はるるんさんチューリップありがとう。これ見たい、見届けたい。明日のお役目大丈夫、大丈夫よ全然。でも私朝から行動したかったんですけど、もうこれは寝かせないぞスペシャルじゃん。リコちゃんのこと寝かせないぞスペシャルじゃん。これご飯食べてないの、やばいね。それハレルンさんチューリップありがとう。
やっぱ夜ご飯大事。私サラダチキンでも豆腐でも何でも夜ご飯ちゃんと食べようと思った。すごいね、2006年ベスト4とかすごい。韓国結果分かってますが最後まで 見届けたい。早く撮ってほしい。ねっちゃんありがとう。ボールストライク自打球。おお自打球ありがとう。自打球遺伝子と努力の賜物嬉しい。努力ありがとう優しい。そう奥さん高校新記録。へえ。自打球回転めっちゃかかってるからめっちゃ痛い。それは痛いわ。あれはピョン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 しちゃうわ。ねっちゃんレインボースターありがとう。確かにでも私もまだ多分白い方なのかもしれないけど、私のお兄ちゃんに色白が全部本当に無駄な色白なんですよ。私のお兄ちゃん頑張れ。松井クッキー食べたい。コールドボールドならある。8回コールドって何？ボールドならわかるけど、ちょいラグってる？まだラグってる？中野たくむ選手電光石火の来たー。私の好きな中野選手来た。電光石火電光石火来た。私の好きな中野選手試合打ち切り。すごい8回で試合打ち切りになるってほしいね。中野選手次は誰かな。電光石火美味しいよね。私も好き超悪い。このみき大城選手電車が来すぎたら途中で試合が終了する。コールドゲーム。へえ。紫似合う。原色原色こういう色似合う。今大城選手強肩強打の大型選手。大型なんだ。なんか大型犬みたいな、なんか書き方やな。大きいんだ。肩も強くて打つのも強いってこと。つまりは守れるし守れるし打てるしってことか。すごいね。いいね。これをめっちゃしちゃうんですよね。こうやってこのこうやってカチカチさせるのが癖になってるんですよね。私強肩強打か。ありがとう教えてくれて。チャンスお城強肩強打いいね。お城選手のタオルが掲げてある。好きなんだ。この21番韓国のピッチャーさんはあのピッチャーさんはあれです。お尻そんなだった。肩甲骨肩甲骨の剣か。教えてくれてありがとう。え教えるの上手よね。もう4時間やってる。すごいね。4時間集中力切れるのもすごい。肩が強い。めっちゃ球投げれるってことか。なるほど。
え、そう、癖になっちゃう。このリングはママからのお下がりだからずっとつけてる。ダルビッシュ選手いいね。あ、ヌートバー来た。ヌートバー頑張れ。ヌートバーか、ヌートバーじゃ、ヌートバー。あー、ホームラン。すごい。入間くん、あれアニメジャズ円打するために肩が強い。円打ってやんの、円打なの。近藤選手のホームラン。電光石火美味しいね。早い、あ、行動が素早い。早いとかじゃない、足が早いとかじゃなく、パクコンウのホームラン私嬉しかったよ。私はウェーイってなった。新一さん一度はありがとう。確かにみんな玉投げ得意。フォンターメさんクッキーありがとう。お谷さん、お、何これ、ヒット、ヒット。あ、バウンドしない方が、え、野球はあの打たれた時にバウンドせずに取れたらいいんですね。あ、遠投、エンダーじゃなく遠投。私はみんなにいっぱい教えてもらえてる。あーさんクッキーありがとう。頑張れ、タイムリー頑張って。あと1点。9回表に来ましたな。いけるよ。どういう感じですか。シュッとしたい。アプリコット食べてる。そのためにちょっとアプリコットでシュッとできるかちょっと今頑張ってあの見てる。あとは村上様、シュッとしたい。アプリコットでむくみが取れたらきっとシュッとする。アプリコットへの信頼集め。でもほらもうお風呂入んなきゃ。私寒い寒いお風呂早く入りたいって言ってんのにって言ってるのにずっと読めない。ずっとあの終わんないからさ、ずっと見ちゃいたいけどもうお風呂入らなきゃ。でもずっと配信しときたい。かわいい。156キロ、すごい。何キロがすごいの？野球の投げるスピードって。くみが取れたら厳しい。シュッとしたい。私はシュッとしたい。キレートルマンのむくみいいよね。あれはきっといい。音が動く。あと3アウトで終わる。コールド、コールド。アプリコット、え、ごめんなさい。10分弱で終わる。 OK、 じゃあずっと見とくね。
と3つで終わる。頑張れだね。あとアウト2つで試合終了。アマプラでも見れるって。あと2アウト。なんか韓国には悪いけどさ、よろしくね。将来の4番候補。4番ってすごいの？4番って何ですか？4番候補。150超えたら早いんだ。165。大谷さんが165。世界記録は170キロ。よくもう天才的に。褒め上手。そうなんだ。4番って何ですか？すごいの4番って。キャプテン？どの毛が、私この毛が短い。全試合終了な、あ、コールドはもうないんだ。あ、そうなんだ。普通に試合終了なんだ。長いから、もう100マイル、160キロイスクレーン。あと5分で終わる。もうこれでそろそろ終わりちゃろう。多分私選手の喋ってる口にあのアフレコ入れるの好きかもしれん。いや足長、投げる人足長。誰これ、ジャパン誰だ。今投げてる人って誰ですか。あと一人頑張れ。なんか韓国ももうさ、なんかこれは厳しいな。いや、ガム口から出てるぞ。厳しいなって顔してて寂しくなっちゃう。このさ、韓国ナンバーワンキャッチャーのヤン・ウィジさんがかわいそうやん。あどの何選手、あれはなんちゃらとしか見えんのよな。やっぱ岸田総理にそっくり。あーなんかもうカリカリしてる。試合絶望感が伝わる。あーいいお尻でもない。28番、4番目に打つ人でホームラン打てる人、チーム最強の強打者。すごい。ちょっとお腹鳴っちゃった私。めっちゃ打つやつ。そうなんだ、すごい人なんだ4番の人は。あ、すごいじゃん。すごい。ハルルンさんありがとう。クッキー、あ、スリーアウト試合終了って。高橋さん、流星さん、スタワーありがとう。あ、すごいすごいねー、テッさん。あ、やばい、勝ったからやばい、チタワー祭りかもしれない。13対4で、すごいすごい。リコちゃんおめでとう。私、え、すごい、日本勝ったね、日本勝ったね。流星さんありがとう。え、私もみんなとあの試合見れて嬉しかった。ハイタッチしてる。ありがとうございました。こまおうよ、神様にた、ありがとな、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとな、本当にありがとう。マジであり、あ、ヌートバーだ、ヌートバー、ヌートバーさんでしょ。あ、やばい、怖い。ハルルンさん、コカタペンギンさん、ビッグボスさん、ストーチの人さん、コバイッコーさん、ありがとう。鍋鍋所長もありがとう。流星さんもありがとう。やばい、みんながやばい、祭りになってる。ハルルンさんも、ストーチの人さんもやばい、勝利のねえ、本当にみんなありがとう。ビッグボスさんもユエさんも、リョウダイさんも、流星さんも、コカタペンギンさんも、イッコーさんもありがとう。ありがとう、やばいやばい、みんなありがとう。勝利の侍ジャパン勝利のタワー、一タワー祭りが開催された。あ、すごい、やばい。それどころじゃない。ぼやきさん、おがさん、ゆう、あ、貝柱さん、すごい。レインボースターもありがとう。流星さんも、りょうだいさんも、おがさんもありがとう。トシさんもありがとう。りょうだいさんも、やばい、貝柱さんもありがとう。りょうだいさん、はるるんさん、流星さん、おがたペンギンさん、あ、ブクポスさん、ねっちゃん、そっちのおひさまさん、りょうだいさん、すごい、たくさんありがとうございます。ありがとう、ニク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 、ありがとう。すごいね、日本、嬉しい。万歳万歳万歳、嬉しいね。
中野選手のこと、中野選手電光石火好きになった。え、私もみんなと一緒に野球楽しめて嬉しかった。しかも勝ったし、本当にありがとう。いいよみんなも、あと、はい、おしまい、はい、おしまい、ストップ、はい、おしまい、みんなおしまい、みんなもう壇上呼ぶ。流星さん、テイカーさん、カズさん、ビッグボスさん、リョウダイさん、小型ペンギンさん、ありがとう。ゆえさん、ありがとう、ありがとう、すごかったね。片結りさんもありがとう。ストップ発射止まれ1、2、ありがとう。片結りさんもビッグボスさんも流星さんも時差があるよねきっと。めっちゃ面白かった。ダム結界ボヤッキーさんもありがとう。ステージの久間さん、ビッグボスさんも流星さんもありがとう。お母さん、両大さん、トシさん、ハルルンさんありがとう。ヒーローインタビュー来る？ねっちゃんありがとう。ビッグボスさんありがとう。両大さん、ハルルンさんありがとう。勝利の石田祭りが、え、終わりだよ、もう終わり。あ、終わった、止まった、よし。かわちゃんもありがとう。あ、止まってない。両大さん、流星さん、ねっちゃんありがとう、ありがとうございます。肉肉肉肉、え、厚切り牛タン、え、嬉しい。いやいや、楽しかった。あ、ヌートバーさん、やっぱヒーローインタビュー、さすが。ーヌータ君グレート、ありがとう。ヌートバー選手ヒーローインタビュー、なんて言うんだろう、いや、かっこよかったね。私大ヌートバー選手、ヌートバー選手。流星さん、ありがとう。野球楽しかった、みんないっぱい私に教えてくれてありがとう。今日ですごいハマりました、野球。すごい、ヒーローインタビュー、ありがとう。みんな、私、勝利の一タワー祭りありがとうございました。で、一緒に野球見てくれてありがとう。ヌートバー選手笑顔かわいいね。すごい、皆さん私と一緒に野球見てくれて、私にいっぱい解説してくれて、いろんなことルールとか教えてくれて本当にありがとう。いや本当、ちゃんとストップしてくれるからみんなありがとう。でも時差で多分私がずっとわーわー言ってると思う。忠誠度高すぎる、本当にありがとう、ありがとう。すごい、令和落語さ、私も同時視聴したいんだけどさ、明日予定があるんですよ。でも私がどうなるか分かんない。お土産、何語で喋っちゃうか分からんけど。ヌートバー選手、ミートボールって、やっぱりミートボール、笑顔かわいい。私笑顔かわいい人好きだからさ、私早くさ、みんなさ、あのマスクが解禁されたらさ、お話し会とかでも公演とかでもみんなの笑顔見たいな。佐々木朗希選手明日出るの？大谷、あれ、大谷さんよりも早い球投げるの、すごい。もう背中の痛みも大丈夫かな、玉さん投げつけられて笑ってる。ヌートバー選手が好きになりました。でもあと中野選手、電光石火、面白い、楽しいね、野球の面白さ分かりました。みんなが教えてくれてありがとう、楽しかった。みんなが教えてくれたからよかった。じゃあそろそろ私も、ほらもうお風呂入んなきゃ。厚切り牛タン、本当に厚切り牛タン、みんな、わーい、すごいね。おー、やっぱヌートバー選手のあれが多いね。あの、あ、うなじ綺麗じゃん、ヌートバー選手。日本大好き、みんなありがとうって、かわいい。タオルあった、うわ、すごい、平気で160キロ、すごい。フォークボール、フォーク、分からんけど、すごい、そうなんや。
ヌートバー熱さすごい、日本大好き、あすごい、皆さんありがとうございました、私と一緒に野球観戦してくれてありがとうございました、日本大好きすごい楽しかった、なんかドラマが始まった、なんかドラマが始まりましたね、あ怖いびっくりした、でもテレビ消そう怖いから、ありがとうございました、あこれがドラマ100万回言えばよかったなんですね、怖いから消しちゃった、ちょっと怖かった、なんかじゃあ皆さん私の配信を見てくださって本当にありがとうございました、誕生の方をお呼びいたしますね、39位から貝柱さん、テイカーさん、リョウジーさん、トシピンさん、ファイヤーサーフさん、ヤークンさん、アキビさん、わらびもちさん、トヨフェスさん、グレイさん、ディーさん、トシさん、ナベさん、ナベナベ所長、ひまわり29さん、カズさん、オガさん、ミワさん、ノリミオさん、カミリアケイさん、あカミリアケイさん、あ変わっちゃった、39からまた読もう、なんかさコメントでさヌートバー選手のユニフォームタンプレで送ってくれる、本当に言ってる、え喜ぶよめちゃめちゃ、でも着てたらなんか大どうする、なんかスキャンダルにならない、大丈夫え本当にいいの、え嬉しいよそれだったら、どこ見てんのよ、そうよ、うなじ綺麗、本当えうなじ綺麗だったよ、うなじフェチみんなもそうでしょえ面白かった本当に楽しかった、え私読むよ壇上、えでもさ時差があるからさみんなに届くの遅いかも、りょうじいさん、としぴんさん、ファイヤーサーフさん、やーくんさん、あきびさん、わらびもちさん、トヨフェスさん、グレイさん、ディーさん、なべさん、なべなべ所長、ひまわり29さん、カズさん、オガさん、ミワさん、カミリアケイさん、ビッグボスさん、ポムさん、ノリミオさん、キヨニーさん、クボズンさん、トシさん、ソラナルさん、ヨーくん、イッコーさん、マシャさん、ブンちゃん、ケイクワトロさん、ストーチのひさまさん、渡辺さん、ボヤッキーさん、ボンタンアメさん、ハリルンさん、そして本日の秋元先生枠は片祭り先生です、ありがとうございます、そして小型ペンギンさん、流星さん、ありがとうございました、そして本日のメルヘンチェンジ第3位は両大さんでした、両大さんありがとうそして第2位はゆうやさんでした、ゆうやさんもありがとう、ありがとうゆうやさん、そして第1位はねっちゃんでした、ねっちゃんもありがとう、ありがとうございます、ありがとうございました、あすごい配信ありがとうって来てる、私の時差が本当にありがとうございます、いやー見るよ、いやー本当に一緒に私と野球を見てくださってありがとうございました、観戦楽しかったみんなと、でなんかみんなが私のわからない何ルールとかそういうとこまで教えてくれるから、すごい今日でめちゃめちゃ野球の知識が増えたし、あのみんなと見るからこそ分かち合えて楽しかったです、本当にありがとうございました、皆さんのおかげで本当に楽しかった、今日もありがとう、ありがとうございました、ありがとね、嘘一タワー40万ポイントやばくない、いやとにかく本当に一緒に野球観戦してくれてありがとう本当に楽しかったです、もうやばいねみんな1タワーの威力すごいやん、もう本当にすごいよ、配信ありがとうございましたみんなの時差がお肉屋さん時差待ちです、私がきっと